皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、マグテームさんからレビュー用に提供していただいたケーブルですね、紹介していきたいと思います。それがこちらになります。3種類ほどね提供していただいたんですけれども、マグネティックチャージングデータケーブルという名前の USB-C ケーブルです。はい、こちらね、マグテームさんの公式サイトなんですが、今回ね3種類のケーブルを提供していただきました。でその他にもね、いろいろ種類があるんですけれども、一旦ここでね軽くバリエーションについてねご説明しておきます。まず今回提供していただいたケーブル、ケーブルの形状で大まかにね2種類に分けられます。で1つが O マグケーブル、アルファベットの O ですね。もう1つが C マグケーブルになります。で形状の違いについては後でねご覧いただきます。であとコネクタ部分のバリエーションなんですけれども、 C2C はもちろんのことですね、 C2 ライトニングとか A2C とか A2 ライトニングといったねバリエーションがあります。またカラーバリエーションですけれども、シルバー、ブラック、ブルーの3種類が展開されているということなんですが、ただねコネクタの形状によってはねない色のものもあるということです。であと対応しているね電力量等ね、 60W のものと 240W のものがあるようです。でね、たくさんのバリエーションのあるものの中から今回ね3種類選ばせていただいたんですけれども、コネクタの形状に関しては3つとも USB-C2C のものを選ばせていただきました。僕自身がもう A タイプのコネクタ、それからライトニングですね、使わなくなってきておりますので、全てね C2C のケーブルにさせていただきました。でこのケーブルに関しては去年の終わりぐらいには存在を知っていて、あこれ面白いなっていうふうに思っていたんですよね。非常にアイデア製品で、なかなかね今までにないケーブルだったんですよ。でかなり気になっていたところ、今回ねマグテームさんからお話しいただいたので、非常にね使ってみるの楽しみにしております。それではねまずは開封していきたいと思います。はい、それではね開封していきたいと思いますが、まあ、順番にね開けていきましょう。はい、まずこちらからですね。形状が O タイプで 60W のものですね。はい、開けます。じゃじゃん。あ、黒だな。カラーは黒ですね。で、この状態で皆様お分かりでしょうか。別にベルトでくくったりもしていないんですけれども、実はですね、これ磁石でくっつくんですよ。非常に面白いアイディアだと思います。このケーブルの表面は布のようなものですね。で、割とね、硬めの感触ですね。あの最近流行りのね、シリコンケーブルのようなふにゃふにゃ感はないですね。で、このね、ケーブルを包む外側のこの布のところに磁石が入っていて、自然とくっついてまとまると。ほら、落ちないんですよ。くっつくんですよね。これがなかなか面白いですよね。はい、まず1個目、O タイプの 60W です。はい、続いてこちらですね。O タイプの 240W のものです。はい、開けます。よいしょ。オープン、じゃじゃん。あ、これ色が違うんだな。シルバーですね。はい、で、これの方が分かりやすいですね。このケーブルを包んでいる布状のもの。網目が見えると思います。で、これも磁石でくっついてるんですが、あ、ケーブルがね太いですね。 240W と 60W で比べると全然太さが違いますね。はい、で、まあ、ケーブルは太いですけれども、こんな風にですね磁石でまとまりますし、これとこれってくっつくんですかね。あ、磁石なんで反発してる、向きがあるみたいですね。あ、くっつくくっつく、はい、一応向きがねあるみたいですね。はい、これがね O タイプ2種類、 60W と 240W です。でもう一つ C タイプですね。ワット数は 60W です。はい、取り出します。じゃじゃん。ほう、あ、なるほど。これカラーとしてはブラックになるみたいですけれども、先ほどのものとはちょっと違いますね。若干シルバーが入っているような色合いになっておりまして、でさらにねケーブルの形状が違うんですよ。わかりますでしょうか。平らなんですよね。あの麺類でいうときしめんみたいな感じですね。で
巻き方も違うんですね。こういうふうに、ちょっとこの例えが分かるかどうか分かんないですけども、あの消防のホースみたいな巻き方ですね。あ、なるほど。でもちろんね、磁石でくっついております。はい。で平たい形状ですので、この方向には割とねフレキシブルに曲がるんですが、この方向はちょっと厳しいですね。そういうちょっと形状特有の癖はありますけれども、あ、これはなかなか面白いですね。はい、ということでね、開封シーン見ていただきました。でそれからですね、いろいろ実験してみて、実際ね使ってみて分かったこと、これからお伝えしていくんですが、その前にね簡単に諸データ紹介しておきたいと思います。まず長さですけれども、今回ね提供していただいた3つとも1メートルのものなんですが、この他ね 1.5 メートルのものもあります。で重量なんですけれども、まず大マグケーブルタイプの1メートル60ワットのものですね。こちらが実測で約 47g で、同じタイプのものの 240ワット1メートルのものですね。はい、こちらが 73g ぐらいで、あと C マグケーブルタイプ1メートルの60ワットのものですね。こちらが、はい、約ね 62g となっております。で給電に関してはですね、60ワットのタイプと240ワットのタイプのものがあります。次に通信速度なんですけれども、 480Mbps USB2.0 相当ですね。でこのねデータ転送速度に関しては、公式サイトの方にね、まあ、こういう写真がありまして、 480Mbps スピーディーみたいなことを書いているんですが、実際のところめちゃ遅いです。今ねだいぶ普及してきたなっていうのが USB3.0、まあ、これちょっと言い方がいろいろあるのでややこしいんですけれども、 5Gbps という速度でデータ転送できるものが増えてきてるんですよね。でそれに比べると 480Mbps 桁が一つ違うわけなんですよ。約ね10倍のスピードのものが今ね普及してきているので、これはちょっともうね時代遅れかなというふうに思います。で実際ねこの SSD をつないで速度テストしてみました。 Mac mini にね先ほどの SSD 付属のケーブルでつないで速度テストしてみたところ、はい、ご覧の通りですね、だいたい 1000Mbps ぐらいのねスピードが出ているんですが、続いてねケーブルを付属のものからマグテープのケーブルに差し替えて、はい、これをね Mac mini につないでもう一度速度測定してみると、はい、こういう結果になりました。だいたいですね 40Mbps 近辺ですね。通信速度 480Mbps、 これビットですのでバイトに直すとね 60Mbになりますが、まあこれが理論値で、実際にはですね 40Mbps ぐらいのスピードが出るということなんですけれども、まあ比較していただいたら分かるようにめちゃくちゃ遅いわけですよね。であとね、映像転送、映像出力なんですけれども、こちらはね非対応になっておりまして、はい、例えばね今これ MacBook Air の映像を外付けのモニターにつないでこちらでもね映しているんですよね。例えばブラウザをこういうふうにこちらに持ってくることができます。ですが、これね、ケーブルをマグテープのものに変えると、はい、このケーブルを抜いて、例えばこの C タイプにしてみましょうか。はい、刺しました。今ポンといって、これですね、充電が始まってるんですよね。ここにモニター用の電源が来てるので、ここを通して充電が始まってしまっているんですが、映像の方はね全く映っておりません。はい、ということでね、このマグテープのケーブル、映像の転送、映像の出力に関しては非対応ということになっております。はい、ということで、まあ通信速度データ転送できなくはないんですけれども、かなり遅いUSB2.0 相当、そして映像データの転送、映像出力は非対応ということで、まあ事実上充電専用のケーブルと思っていただいたらいいんじゃないかなと思います。ただね、今回提供していただいてないのでご紹介できないんですけれども、同じくマグテープさんのケーブルで
サンダーボルトに対応しているものがあるんですね。はい、そちらもね、一応紹介しておきますが、O マグケーブルと書いてありますので、O タイプですね。断面が丸いケーブルのタイプで、サンダーボルトっていうふうにここに書いてありますよね。で、こちらがやっぱりね、ちょっとお高くて7600円ということと、あとね、カラーバリエーションがブラックのみということみたいですね。で、サイズの方は1メートル、1.5 メートル、2メートルの3つのバリエーションがあるみたいです。で、このモデルですね、給電に関しては 100W 対応。そして、映像に関してはですね、こちらのように 8K60Hz 対応というふうに書かれているんですが、注意してほしいのはこれですね。データ転送速度 20Gbps なんですよ。今、サンダーボルト4だと 40Gbps 出ると思うんですけれども、こちらのモデルは 20Gbps となっております。ということで、このね、マグテームのように磁石でくるくるっとくっつくタイプで、しかもね、データ転送速度が速くて映像出力にも対応しているものが欲しいという方はですね、現行このね、サンダーボルト対応のものだけということに、ね、なると思います。はい、でそのね、サンダーボルト対応のケーブル、後日ね、マグテームさんから送っていただきました。でここでね、ちょっとだけその映像を見ていただきたいと思います。 240W、20Gbps ですね。そしてマグネティックと書いているように磁石でね、くっつくタイプですね。はい、取り出してみます。おお、あ、かなり太いな。これはかなり太いですね。はい、でそのね、サンダーボルト対応のケーブル、今ね、 MacBook Air からこちらですね、サブモニターの方につないでおります。でご覧の通りですね、映像出力できていますよね。はい、僕のね、 YouTube チャンネル映していますが、これね、ずっと持っていくと、はい、上の方に行きますよね。しっかり映像出力できております。はい、続いてもう一つね、外部 SSD をつないでみて通信速度ね、測ってみました。はい、そうしたところ、まあ、この SSD のね、上限値 1000MB/s に近い数値が確認できました。はい、ということでね、映像出力、それから高速のデータ通信が必要な方にはね、こちらのサンダーボルト対応のケーブルをお勧めしたいと思います。でちなみにね、こうやって使っていて気がついたんですが、これ1メートルのケーブルなんですけれども、こうやってね、ノートパソコンと SSD つなぐと、まあ長すぎるじゃないですか。でもね、こんな風に磁石でまとまるんですよね。これいいですね。さて今回ですね、このケーブル1週間ほどね、使わせていただいたんですけれども、その結果ね、分かった良かった点、それから気になった点ご紹介していくんですが、まずね、良かった点、このマグテームさんのケーブル、やっぱり圧倒的にここが違うな、良かったなというのは、結束バンドが不要で巻き癖がほとんどつかないという点ですね。でこれに関してはですね、ちょっとね、正確にお伝えしていこうかなと思うんですけれども、例えばこの O マグケーブルですね、 O タイプ、全くね、巻き癖がつかないかといえばそうでもないんですよね。こういうふうに伸ばした状態だとやっぱりこういうふうになんか巻き癖がついているんですが、これを一辺ピッとこう引っ張ってやると、ほら、ほぼね、巻き癖がなくなるんですよね。でこれがね、例えばこれ某メーカーのモバイルバッテリーについていた付属のね、 100W 対応の USB タイプ C2C のケーブルなんですが、ほら、やっぱりね、巻き癖つくじゃないですか。でこう一辺伸ばしてやったとしても、きつくね、こう曲げていたところはやっぱりこういうふうにね、ついてるんですよね。でこれが使用するときにごちゃごちゃとなって絡んだりする原因になるんですよね。でこの巻き癖がつかないっていうのが圧倒的に良かったなと。であともう一つ良かったのが、収納の時にね、結束バンドが不要ということですよね。こういったケーブルですね、はい、僕いつもこういうふうにぐるぐるっと巻いて、あとこんなふうにちょっとケーブルを通してやって、この状態で持ち運んでるんですよね。でかなりね、長めのケーブルの場合は、はい、こういったね、結束バンド、マジックテープのような結束バンドでくくってやったりとかですね、あとね、柔らかいケーブルであればこういうふうにですね、まとめて収納したり持ち運んだりっていうことをやるわけなんですが、もうね、こういった結束バンド自体がいらないし、あとこうやって巻いて、でちょっとこうくるくるっとこうほどけないようにくくってやるということも不要なわけですよ。もう使い終わったら適当にね、こういうふうに巻いてやって、あとね、こう大きさを
調節してやると、これだけで持ち運びできる、これめちゃめちゃいいですよね。 C タイプも同じですよね。ちょっとね巻き方が違いますが、くるくるっと巻いてやってこれで OK と、この気軽さはすごくいいと思います。はい、で次にね、この O マグケーブルと C マグケーブル、2つのタイプがあるんですが、これどちらがいいかというところなんですが、これはね答えが出ません。一長一短あります。でその一長一短ってどういうことか、まずね巻きやすさについてなんですが、先にねちょっと触れておきますけれども、このね O マグケーブル、これプロモーションビデオだとビヨーンっていう感じで、伸ばしてもほらすぐくっついてまとまりますよというようなね映像が映されていますけれども、決してねそんなにすごく簡単にピタッとこういうふうにまとまるというわけではないんですよね。これなぜこれができるかというと、巻き癖がついてる状態だからなんですよ。先ほど言ったように使うときね、一旦これこういうふうにしごいてやって伸ばしてやるということをやります。でここからしまうときって、磁石のね S 極 N 極があるじゃないですか。それを合わせてやらないとうまくね巻けないんですよね。なのでこう今僕ねじってますけれども、 S 極 N 極を合わせてやって、でこういうふうに巻いてるんですよ。でここまで巻けたら、あとねちょっとこういびつになってるじゃないですか。ここをまあこういうふうにくるくるっといい感じの状態に調整してやると、これでね完了なんですよね。なのでビャーンと伸ばしたものをこう縮めてやったら勝手にくっついてまとまってくれるということではないんですよね。ここはちょっとね O タイプのものは一手間かかります。実際ですね、これ S 極 N 極あるので、今これくっつく方向ですよね。これ変えてやったらこれはねくっつかないんですよね。こういったね意外と手間がかかるところもあります。でまたこの O タイプはですね、巻くというよりはこうなんて言ったらいいんでしょう、乗せていく螺旋階段のような形状なわけですよね。でそれに対してこの C タイプですよ、こちらはですね伸ばすと非常に直線的、これ横には曲がらないので、この方向にしか曲がらないので非常に直線的に使えるんですが、これ手に持って巻こうとすると結構めんどくさいんですよね。このね向きを合わせてくるくる巻いていくのはめんどくさいんですけれども、机の上とかだと平らなので、ほらこういうふうにどんどん巻いていけるんですよ。はい、ということでこの O と C どちらが巻きやすいか、これは一長一短があると思います。で次に収納なんですが、この O タイプも C タイプも基本的にこの円形になりますので、こういったね有孔ボードのところにこういうふうに引っ掛けて収納ということができますよね。また C タイプはねちょっとできないんですけれども、こちらの O タイプの方はこれね側面にピタッとくっつきますので、ちょっと今僕の周りにはないんですが、スチールの例えばこういった壁とかですね、ピタッと貼り付けて収納することができますし、あとこの机の下、今これね見ていただいているのは僕の机の下の引き出しというか棚なんですが、ここスチールなので、こういったところにね下からペタッとくっつけて収納することができます。はい、ということでね、僕今までケーブル類こういうふうにケースに入れてね収納していたんですけれども、まあ今までのねケーブルだったらこんな感じでねごちゃごちゃにはなるんですけれども、ポンポンとこう一つ一つこういうふうにまとめてポンとこう入れて収納してきたんですけれども、このねマグテームさんのケーブルであれば、先ほどお見せしたような、まあ、フックにね引っ掛けて収納、あるいはスチール状のもの、側面でもあるいは底面でもですね磁石でくっつけて収納と、見えない収納もすることができますし、少なくともですねこんな風にごちゃごちゃに収納するということはなくなると思います。ということで収納にすごく優れているケーブルだと思うんですが、ただね持ち運びに関してはどうかなっていうふうに思うんですよね。というのはまず一つはですね重量ですよ。先ほどお見せしたようにこれ重さ 47g、73g、62g なんですよね。で一般的なケーブルどれぐらいの重さなのか、例えばこちら先ほどちらっと出てきた 1m 長さ同じの 100W 対応の充電用のケーブルなんですが、
はい、こちらだと 32g なんですよ。圧倒的に軽いんですよね。例えばこの C マグケーブルタイプのもので 1m60W のもの、こちらだとですね2倍の重さなんですよ。ということで持ち運びにはね、やはりできるだけ軽い方がいいじゃないですか。重さという点でちょっとね持ち運びには不利だなというふうに思いますし、またねこのまとめた時の形状ですよ、これがねメリットもデメリットもあるんですよね。というのは、例えばこのねオーマグケーブルタイプですよ、くるくるっと巻いてまとまるのはいいんですが、まあ、背の低い円柱の形になるわけですよね。要するにちょっと大げさな言い方なんですけども、占有する空間が結構立体的で大きいんですよ。こちらのね 240W 太いケーブルのタイプのものもそうなんですけれども、結構場所を取るんですよね。まあ、一方ですね、この C マグケーブル C タイプのものは高さはね増えないわけですよ。ただし幅は増えていきます。ということで実際にガジェットポーチに入れて持ち運ぼうとした時に、例えばこの O タイプのものであれば占有する空間が大きいので大きいポケットに入れるようになりますよね。まあ、その点 C タイプのものであればちょっとねこのマチの薄いようなポケット、こういったところにねスポッとこう入れてということもできると思います。でこのタイプのものが持ち運び時にできないこととして、こういう収納ですよ。完全にこう絞って細くするという収納がやっぱりできないんですよね。でこれができると、例えばこういうゴム状のベルト状のところ、ここに、はい、こういうふうにですね突っ込んで持ち運ぶこともできますが、こういう運び方はちょっとねこのマグテームさんのケーブルではできないですね。はい、ということでね、まあ、このケーブル収納にねすごく優れているというのはあるんですが、持ち運びにはあまり向かないかなということで、実際の使用シーンとしてはご家庭、それからオフィスですね、外に持ち出さずに、まあ、その場で使うというような使い方が一番ベストなんじゃないかなと思います。で最後にね気になった点を一つお伝えしておきたいと思います。でね、正確に言うとね2つあるんですよ、気になった点ね。だけども、まあ、1つにさせていただきました。どういうことかというと、まあ、これはまあいいかなと思った点は価格です。 USB-C2C ケーブルって、まあ、今安いものだと1000円台であるんですよね。ところがこのマグテムさんのケーブルは、まあ、大体公式サイトで見ると3000円台から4000円台、ちょっとお高いわけですよ。通常のね 2,3 倍はするわけなんですよね。ただまあその分こういった収納にすごく適した形になってくれるということを考えれば、まあ納得できなくはないんですよね。ただしその値段であれば、せめてね通信速度 USB3.0 に適用してほしいなというふうに思います。 USB3.0 相当 5Gbps の通信速度で通信できますよ、データ通信できますよということであれば、このね通常のケーブルよりも2倍3倍する値段納得できるんですよね。まあそのあたりがねちょっと気になる点ではありましたが、まあ、逆に言うと気になる点ってもうそれぐらいで、本当にねこのアイデア面白いし、先ほどお見せしたように僕もケーブルがぐちゃぐちゃの状態で箱に入れてるので、もうこのアイデア待ってましたっていう感じですよね。今後ねこのスタジオといいますか作業部屋で使っていくケーブルに関しては、このタイプのものをね揃えていこうかなというふうに思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回はですねマグテームさんからレビュー用に提供していただいた USB Type C2C ケーブル、正式名称マグネティックチャージングデータケーブルですね、こちら3種類をご紹介しました。で気になった方、概要欄にね公式サイトのリンク、そして Amazon のリンクも貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。この動画が参考になったという方は高評価押して応援していただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録まだの方はぜひねチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。